ホログラフィー、ホログラフィー、ギリシア、ゴノから、はサンジ元像を記録した写真ホログラムの製造技術のことである。ホログラフィーは情報の記録にも利用することができる。ホログラフィーは1947年にハンガリーの物理学者ガーボルデーネシュによって発明された。彼は1971年にノーベル物理学賞を受賞しており、この発明に関する 特許権を保有した。この発見は、イギリスのオリックシャー州ラグビーにあった、ブリティッシュ・トムソン・ヒューストン社にて、電子顕微鏡を改良する研究をしていた時の思わぬ結果によるものだった。しかし、レーザーが1960年に発明されるまでは、研究があまり進歩することはなかった。最も初期のホログラムは、透過型ホログラムと呼ばれる。これは、レーザー光を、 ホログラムの裏側から照射しないと観察できなかった。その後改良が進み、表側に白色光を当てれば観察できるレインボーホログラムが作られるようになった。レインボーホログラムは、裏面の金属メッキによって反射された光が像を再する。ただし、レインボーの名の通り虹のように様々な色の縞模様となる。クレジットカードや紙幣に見られるホログラムで、 偽造防止に利用されている。日本の紙幣では、現在発行中の E1 万円券及び E5000 円券に採用されている。他に、白色光反射型ホログラムがある。ガブリエル・リップマンの天然色写真と原理がよく似ているため、日本ではレインボーホログラムと区別して、リップマンホログラムと呼ばれる。レインボーホログラムと同様、 観察者と同じ側から自然光を当てることによって再生することができる。レインボーホログラムとは異なり、金属メッキの反射を利用するのではなく、ホログラムそのものの解説によって反射させる方式である。白色光反射型ホログラムの中には、フルカラーの三次元像が観察できるものがあり、実物と見分けがつかないほど成功なものもあ、ゼラチンを使用している場合には、 経年変化によって劣化するが近年では屈折率の高い光効果化樹脂が利用されるようになっつつあり耐久性が向上している以前から一部の愛好家や教育の一環としてホログラフィーの制作が試みられてきた近年は安価な半導体レーザーを用いることによって普及が期待されている以前は大きくて高価な機体レーザーがホログラフィーに必須とされたが DVD などに様々な応用がなされている安価で小さい、半導体レーザーでもホログラフィーの製造が可能になってきてい。そのため、研究費の乏しい研究者や芸術家、熱心な愛好家でも手が出せるようになってきている。2015年には、筑波大学、東京大学、名古屋工業大学の共同研究チーム、プロジェクトリーダーは、筑波大学の落合陽一助教が、 フェムト病レーザーを用いて触れることができる、ホログラム投影シスム、フェアリーライツインフェムト接近図を発明し、シーゲグラフで発表、将来的に建築、医療分野での利用が期待されている。白黒の写真は高強度、単位面積あたりの光のエネルギーが記録された点の集まりで、どの点も高強度という一つの情報しかない。カラー写真はさらに、 光の三原色に相当する三つの光の波長の情報が加わる。ホログラムでは光の電状の振幅や波長の情報だけでなく、それに位相の情報が加わる。写真では位相の情報は失われるが、ホログラムでは光の電状の振幅と位相が記録される。通常は単一波長であるが、カラーも可能である。 像が再生される時にできる放射光は完全な三次元像となる点が写真との違いである。また、写真と違い、像を反射率の違いで再生できるだけでなく、記録したホログラムを漂白することで、屈折率の違いでも像を再現できる。ホログラフィーでは、各点について参照光を用いて、硬派の位相を記録する。参照光は、 記録の対象となる物体を照らす、物体照明光と同じ光源から来ている。物体光と参照光とは、コヒーレンスが干渉性を持つ。参照光と物体光の重ね合わせによる光の干渉によって干渉縞ができる。これは普通の写真フィルムと同じ撮影技術であるが、干渉島の微細画像を記録する必要があるので、専用のフィルムを使い、除信台を使うのが、 一般的である。ただし、パルスレーザーを光源とする場合には、除震台は必須ではない。これらの干渉島は、フィルム上に解説合子を形成する。ホログラムの大量生産法として、スタンパからの転写が用いられる。金属板状に塗布された光効果化樹脂に干渉島を露光し、理系用に、硝酸銀の還元反応によって銀メッキを施し、 表面に無限界にッけるメッキ、カニゼ全メッキを施して耐久性を持たせてから、裏面を銅の電位によって裏打ちする。完成したスタンパから樹脂に転写する。一度フィルムが現像されると、参照光が再度照射された時に、フィルム上の干渉島によって解説が起き、高強度と位相が再現された物体光ができる。 高強度と位相が再現されているため像は三次元となる。観察者が動くと映し出された像は回転しているように見える。ホログラフィーは物体光と参照光の干渉が必要となるため、コヒーレンスな光波が必要であり、記録、再生にはレーザーが使われる。レーザーが発明されるより、前のホログラムは水銀灯のような不便なインコヒーレント光源を利用していた。 光のコヒーレンス長によって像の最大の深さが決まる。レーザーは通常数十センチメートルから数メートルのコヒーレンス長を持ち深い像を作ることができる。レーザーポインターはホログラフィーに利用するにはコヒーレンス長が短すぎるとされてきたが小さなホログラムであれば作ることができる。大きなアナログホログラムはレーザーの電力が低すぎてレーザーポインターでは作ることができない。 デジタルホログラフィーを利用すればこの問題に悩まされることはない。光ホログラフィーは一般的なホログラフィーで光波の干渉像を記録する。電子線ホログラフィーは電子線の干渉像を記録する。音響ホログラフィーは音波の干渉像を記録する。マイクロ波ホログラフィーはマイクロ波の干渉像を記録する。合成開口レーダーを使用する。リモートセンシング等で使用される。 ホログラフィーは像を記録する以外にも様々な応用がなされている。現在、ホログラフィー顕微鏡などホログラフィーを利用した計測機器が次々と作られている。ホログラフィー顕微鏡はホログラフィーを利用することにより微小な物体の立体像を得るものである。これをコンピュータ処理することにより三次元情報を得ることが可能で様々な応用が期待されている。また、 振動の計測にも使用される。他に、応力測定や微小変異の計測にも使用される。演算素子として利用することができる。例えば、1枚のホログラムに2つのホログラムの実像を移せば、2つの三次元像の輪を取ることができる。また、フーリエ変換面にホログラムフィルターを挟み込むことにより、微分演算を行うこともできる。他にも、パターン認識等、 様々な処理がホログラフィーで可能である。一般的に半導体コンピュータが、画素ごとしらみつぶしに計算しなければならない計算をホログラムは一瞬で計算することができる。光を情報キャリアに使ったコンピュータ一般に関しては光コンピューティングを参照。ホログラフィックメモリは結晶やフォトポリマーの中に高密度の情報を記録するものである。 現在一般的な記録媒体、メモリである DVD は面上に記録するため光源の波長に依存する解説限界の役を受ける。DVD はほぼこの上限に達しておりこれ以上容量を増やすことができない。しかしメディアの容積全体に記録できるホログラフィックメモリは次世代記憶素子としての可能性を秘めいる。空間光変調を使えば1024、1024。 ビットの解像度の異なった画像1000枚を1秒で再生できる。メディアによっては1 g b 毎秒という速度で書き込むことができ、読み込み速度は1テラビット毎秒に達すると考えられている。2004年 NTT はプラスチック製の切手サイズで 1GB の記憶ができるインフォ、マイカ、インフォマイカを発表。2005年オプトウェアは記憶容量 1Tb。 直径 120mm のホログラフィックバーサタイルディスクを製造した。しかし、共に製品化までのアナウンスは聞こえてこない。2009年4月27日、アメリカの人員社が標準サイズのディスク1枚に 500GB の容量を持つディスクについて発表。将来的には 1TB 以上まで拡大も可能だというフォーマットなどは 現行の DVD ブルーレイディスクと似ており、互換性に優れているという。ホログラフィは芸術にも利用されている。ホログラフィックディスプレイ研究会では、毎年大学ホログラフィー展を開いており、芸術的なホログラムを誰でも無料で見ることができる。フルカラーのホログラムや手前に大きく飛び出るホログラムなどもあり、芸術の手法として確立されつつある。代表的な作家では、 石井節子、中村広山しが活躍している。トレーディングカードゲーム TCG にはレアカードであることを示すためにホログラム加工がなされているものがある。コンピュータゲームの TCG にもホログラムのようなエフェクトが表示されるものもある。ハド、ヘッドアップディスプレイの表示阻止にも使用されつつある。 複雑な光学素子でもホログラフィック光学素子を使用すれば軽量にできる。文工機の解説講師等も製造される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。